ソーサーソーサーはカップの下に置かれる受け皿のこと。養殖器では本来マグカップを除くすべてのカップにソーサーが付属する。材質は陶器や磁器が多いが、ステンレス、鉄、銅、ピューター、真鍮、アルミなどの金属製や木製も存在する。西洋にコーヒーや紅茶が入ってきた頃はコーヒー用と紅茶用の区別は特にされておらず、 カップと同様ソーサーも小型であった。これは当時紅茶やコーヒーが高価であったことが関係していたとされる。したがって使用するポットもカップやソーサーと同様に小型であったという。またカップの中身をソーサーに移してから飲むという習慣があったためにこの頃のソーサーはその光景の割に深さがあるという構造を持っているのが特徴であり。 ソーサーに液体を溜めやすいようになっていた。なお、ソーサーと類似のものとして、ポースターがあるものの、こちらは液体を溜めるような使い方はしない。後に、ソーサーに移してから飲むという習慣がなくなったために、ソーサーはあまり深さを必要としなくなった。またカップの容量増大に伴い、ソーサーもまた大型化するようになる。カップと、 セットになったコーヒー用ソーサーと紅茶用ソーサー、もともとコーヒーカップとティーカップが区別されていなかったのは戦術のお通りである。ところで、紅茶は高温の水で抽出しないと良い味にはならないとされるため、紅茶は基本的に非常に熱い状態で出来上がるので、カップの光景を大きくし、紅茶の液面付近の温度が下がりやすいようにした。 しかしながらこの場合カップの重量が増加するためカップの高さを低くすることで容量を減らしたため紅茶用のカップは一般的にコーヒー用のカップよりも扁平になっていった。対してコーヒーは紅茶ほど高温の水で抽出しなくても味に変化がないとされるために紅茶よりは低い温度で出来上がる飲み物なのでカップの口径を小さくして コーヒーの液面付近の温度が下がりにくいようにし、コーヒー全体も冷めにくいようにした。あとは、カップの高さを高くすることで容量を増やしたため、コーヒー用のカップは、一般的に紅茶用のカップよりも背が高くなっていった。また、コーヒーは、基本的に、濃い飲み物であるため、本来は大量に飲むべき飲料ではない。したがって、紅茶用のカップよりもコーヒー用のカップの方が、 容量が小さい傾向にある。このような理由で、当初は、コーヒー用と紅茶用の区別が特になかったものが、次第に、区別されていった。こうして、コーヒーカップにはそれ用のソーサーがセットになっており、ティーカップにもそれ用のソーサーがセットになったのである。別売り用に、ソーサー単体で売っているものもあるが、セットと異なり、溝が入っていないことが多い。ありがとうございます。